相田光雄は日本の調理師、東京都小金井市出身、聖火であるレストランテラコ屋に生を受ける。幼少の頃より初代から食の英才教育を受け、料理専門学校卒業後、料理の道に入る。1991年、レストランテラコ屋オーナーシェフに就任。現在も同職。独自の料理理論を持ち、スペシャリティを持たない料理人として知られている。 創作数は3000を超える。メディアに多く取り上げられ、料理対決番組などに出演。海外トップシェフとのコラボレーション、レストランプロデュース、各種イベントプロデュース、メニュー開発、料理専門誌に執筆多数。海外、国内で開催される、料理学会、食の祭典に、日本代表として招聘されるなど、幅広く活躍している。 日本エスコフィエ協会ディシプル、会員トックブランシュ国際クラブ会員、FFCC アミティエグルマンド会員日本シャルキトリ、協会会員日本、浜ま協会会員日本観光レストラン、協会会員シャンペーンクルーグ大使シ,シャンペーンルナー、大使、テラコヤシュドレストランテラコヤブラスリーアミッカル、ブラスリーエディブルハット、テラコヤ三代目オーナーシェフ、アイダミツオ、 www.res-terakoya.co.jp 2021年1月20日閲覧ありがとうございます。